ロシア連邦道路 A370 または連邦道路ウスリーはロシア連邦のハバロフスクとウラジオストクを結ぶロシア連邦道路であるハバロフスク地方沿海地方を経由する総距離は 760km 一部のルートがアジアハイウェイ6号線アジアハイウェイ30号線に指定されているハバロフスク地方山の斜面はスキー場 ビキン川ミハイロフカ村前線アスファルトで舗装されている。ハバロフスクを出ると、ブヤーゼムスキーなどを通って、沿海地方に入りスパススクダリニーなどを通って、ウラジオストクに至る。1933年に、ソ連労働防衛議会の決議により建設が決定し、ソ連内務人民委員部、極北地方建設総局によって計画された。実際に、 それが承認されたのは1934年の第17回党大会で第25可燃計画が決定したことによる。実際の建設は、ウラジオストクからダリネルチェンスクは、ロストフなどの道路工平旅団、そこからハバロフスクまでは、キエフの旅団によって進められた。ありがとうございます。